はい、こんばんは、ヤムジョーと申します。さあ、クリスマスケーキ&オスティ特集2023。今日はね、スーパーサンシャインをね、見ていこうと、いうわけでございますね。前回ね、1号館さんを見てきました。まあ、1号館さんはオリジナル、商品開発というよりは、いわゆる、既製品、のね、ところで、結構、しっかりと品目をね、絞って、やってるなっていう感じがあったよねっていう流れでしたね。で、今回ね、スーパー三枝さんを見ていこうというわけでございます。傾向的には大体三枝さんの方のが、地元のスーパー、地元のケーキ屋さんとかね、そのあたりと、いろいろと各国でいろんなバリエーション、地域限定のね、この地域ならではの、特色性を出した、ケーキの、販売が多いよっていう傾向があったんですけど、さあ今年はどうかというところでございますね。早速ね、見ていきたいと思います。で、見ていきたいんですけど、決まったら用意しなかった。よいしょ。早速見ていこうと思ったんですけどね、早速ね、えらい、ドカドカドカッと、インターネットの方のやつはね、リアルタイムでデータがね、更新されてるんでね、だいぶちょっと消えちゃってるのが、もうすでにね、消えちゃってるのがあるんですね。ってことで、ちょっとそのあたりはね、軽くでもう触れとこうと思います。宮古ホテルさんですね。まあ、これいつももう売り切れるやつですね。宮古ホテルさんのケーキ、いつも先着でもうすぐに売り切れちゃうやつですけど、やはり今年も売り切れちゃったみたいですね。クリスマスデコレーションケーキ3,081円とか3,888円のモンブランのやつとかね、あったんですけど、ということでございますが、実はね、そう、こんな感じで、地元のね、宮古ホテル四日市のね、当然有名なホテルなんですけど、こういうのがね、わーっと、続く感じだったんですけど、実は今年は、最初ね、カタログにはね、この、オリジナル、三種オリジナルクリスマスデコレーション6号ってことで、このケーキが4,980円で、実はオリジナルケーキの開発を、ここで初登場ってなってますけど、確か去年はね、オリジナル、完全オリジナルケーキはなかったと思うんですけど、今年はね、どうも開発を、してたみたいなんですけど、こちらの方はね、結構もう早々に、ちょっと諸事情により販売中止と、なってしまったよということでございます。ちょっとね、何だったのかね、ちょっとわかりまかねるんですけど、残念ながらちょっと、今年は、ちょっと、できなかったみたいですね。まあ、来年以降ね、ちょっと、独自開発の方はどうなってくるのかっていうのは、またちょっと注目しどころかなと、言ったところでございますね。で、他のところ見てみると、下に載ってるのが、どうも国際ホテルさんですね。結構これ物理効果でやってますのでね、トバ国際ホテルのチーズケーキ、まあこれもよく、まあ、よく見るやつなんですけど、トバ国際ホテルさんはチーズケーキが有名で、大体このチーズケーキがいろんなところに入ってくるんですけど、東海地方のねやつだと、ですけど、三枝さんはね、それ以外にもいちごタルトや、クリスマスチーズケーキなんかもやってたらしいんですけど、やはりこのね、いちごタルト、この辺りはね、これは三枝さん、確かね、三枝さんしかやってないんじゃないかな、このイチゴタルトは。牛トラさんもやってたかもしれないけど、っていうような感じで、ちょっと限られてるんで、それもあってか、早々に売り切れしたみたいです。それになるのは、大倉の、チョコレートケーキ3,980円。これはもう、ポーカーで出てましたよね、っていう感じでございます。で、これがね、なんか前へ次へ廊下に行くんですけど、これで次に行くみたいですね。で、隣のページに入ってみると、こんな感じで、木八さんに、デビッチかな、この辺りとかは、全国的に、展開してるところですよね。全国23店舗展開ってなってますよね。で、他にもこの FLO だったり、でしょ。フルーツさんとかでもね、他のところでも 見ることありますもんね。常に見た、自己管のやつでもあったんじゃないかな。で、この辺り、ロイヤルさんの、これもチーズケーキ、クリームケーキですね。3,400 円であったりだとか、サンピヨードさんとかね、この辺りも去年からね、大体どこの、大手さんのところにでも入ってるよっていうところで、今年はこんな感じの、マロンクリームの、やつになってるらしいです。まあ、自分でやっぱデザインは変わってますよね。この辺りはなんか去年とかほぼ一緒だと思うんですけど、サンピヨードさんはちょっと、デザイン変わってるんじゃないかなと思います。
昨日ちょっと去年のやつとデータの中に来てんじゃないかなということなんですけど、あとは辻都市ベースコンテンツさんのね、あの、内抹茶モンブランケーキですね。これも定番品ですよね。やっぱ内抹茶が好きな人の定番品ということで、抹茶ケーキが好きな人これですよね、というところですね。3980円で入ってますよ、ということでございますね。で、次が、まぁ、あ、こんな感じで、この辺りはね、他のところでもちょっと見ることがあるんじゃないかなというところなんですけど、三種さんはね、この、とりあえずね、紙のね、この分厚さがね、ちょっと違いますよね。まあ、秋山三種さんも、お節とこれが一緒になってるやつです。サイトは完全に分かれてるんですけど、こっちのね、ページのやつは一緒になってます。で、この辺りはね、まだね、序の口がございますよ。次のページもまだ序の口なんじゃないかな。トンと来て、まあ、この辺りもね、ケンスカフェさん。これちょっと初めて見る気もする。特製加藤ショコラってことで、ショコラフルール、3400円の、やつがあったりとか、これサイズは15センチってなってるから、5サイズぐらい、15センチって。そうですね、5サイズぐらいですよね。になってると思います。で、いうことですね、3400円の、これ、そうですね、はい。あとは、マリオンクレープさんも、まあ、ここも入ってみます。今年のミルクレープ、ちょっとまた、装飾が、ちょっとまた鮮やかな感じに変わって、アップデートしてるんじゃないかな。マリオンクレープさんのクリスマスミルクレープ。この辺りもね、まあまあ、まだミルクとかある一緒にじゃないかっていう。で、あとは、ダマンさん。これは、ダマンフレール、アールグレイクリーム、ケーキ。去年もあったっけ？なんか、アールグレイのやつありますよね。クリームとスポンジに、ダマンフレールのアールグレイ茶葉、煮出した昆布茶をふんだんにしようと。で、すんわり食感スポンジに、たっぷりなイチゴ茶もサンドしました。アールグレイの香りと、生チョコのミルキーな味わいが楽しめる紅茶のケーキということでございまして、これもまた、美味しそうな、紅茶系もまたいいですよね。はい。これがお値段3700円。で、あとは、これはフラミール、ファミールですね。ファミール製菓さん。吉野義弘シェフ館。これも、あれですよね。多分、1号館でもあったんじゃないかな。ここは、ホワイトクリスマスと、チョコですね。チョコとホワイト。白黒で、お好きな、ね、感じでどうですかっていうことで。ホワイトが2400円。チョコが2900円。ですね。あとは、ラベットラ。これも、東京がどっかのところですよね。オッチェトムシェフの、洋酒入り、オッチェシェフ監修、ティラミスですね。はい。ということでございます。これ2900円もね。そうだ、ティラミスもね、定番で入ってきとったあれですよね。うん。今年も美味しそうです。ティラミス好きなんでいいですね、こういうの。で、あとは、ガレーさんですね、ガレー。こういうふうにね、あのね、ルビーは欲しい。さあ、わかってる。そう、あのね、やっぱね、ルビーは欲しい。ありがとう。ガレーさんのベルギーショコラワッフル。これやっぱガレーさんでよかったんです。はい。俺なんか、他の言う方が好きそうというような気もするけど、ですね、はい。これもありましたね。維持交換さんとかにもあったやつですね。で、あと、アンティークさんの、ハードベッドアンティークの、チョコリングのワインと、のが、これまだ2900円になりますよと。で、パステルさんは、これはあのプリンケーキですよね、多分。そうですね。この辺りも、前に見たような、自己開発にも入っとったし、この辺り入ってましたよね。ガレーさんと。うん、で、この辺りが、これはでももう受付終了してるんですね。でもこの辺りとかね、全体、予定数量が、これが100個とか150個ってなってますけど、冷静に考えてみたら、これを各、結構全国、パステルは多分東海3県だと思います。ガレーさんとかだったら、もうひたすら全国とか、ね、大倉さんとかね、全国に展開して、販路を作ってるんですよね。って考えると、ね、スーパーが100社あったとしたら、それだけ100個限定で作っても、およっとととすごい額、すごい数を作らないといけないから、それはまた、原料調達とかもなんか大変そうですけどね、すごいですね。はい、なんてことも思いながらね、受け取りでやってます。最初に宅配と店頭どっちもできますよ、ということでございます。三種さんは何せ、自前で宅配も持ってるんで、自前のその宅配サービスでお届けすることも当然ね、普段からもう毎日宅配やってるんで、自分のところね。うん。この辺り、かなり自前主義なところはあるんで、
そのあたりも強みですよね。他のところみたいに山本さんとね、ここの時に契約ってどうのこのわわわわって。やる方法もあるんですよね。一応、ヤマトの、で、発送かける方法が、ケーキはないのかな。ケーキは多分もう独自発送オンリーにして、で、おせちはヤマトで全、いろんな各地発送も受けたわりましょうみたいなのもあったりするんですけど、基本的に、このね、北中西地域、まあ、川毛とかからこの北側の方に住んでいれば、スーパーさんさんの宅配ね、範囲内なんでね、その、買い登録しておけば、サブスクでね、送料、定額、送料定額っていうか、1ヶ月間何円払ったら、一定の月額料払ったら送料はかかりませんよっていうね、サービスとかもあったりするんで、いろいろとね、お得だったりしますしね、あれ便利さなんでね、というのがあったりしますからね、そのあたりとかをうまいこと使ってる、ところもちょっと特徴ではありますね。他のスーパーさんとはちょっと一線を期するところですね。で、次のページは、今一般的な山崎さんですね。と、フジパンさんも入ってきてるのかな。1355にアソートですね。ショートケーキ組み合わせに、はい。生ケーキ4号、6号。で、このあたりが、3200円、3500円、このあたりになってますね。で、フルーツタルトも、5号で3100円。で、ホワイトケーキ2410円とかであったりしますよ、ということなんですけど、まあ、このあたりはね、まあ、他のところも見るね、ことになりますからね。サクッともうすでに見ましたしね。パスコのチーズケーキだけ初めてかな、のエルなんだ。パスコのね、こうチーズケーキあって、っていうことでございますね。はい。糖質 50% オフだってそうですね。で、あと山崎、ここにもあります。ブッシュドノエルもありますよと。好きなね、バリエーションの定番品もしっかりと揃えてますよ。あと糖質控えめのやつも4個で2250円とか。やっぱしね、単身のね、若い世代の方とか向けにちょっと小さめで糖質も抑えてっていうのもありますよってことになったりしますね。なるほど。2250円。もしくは逆に高齢の方とかの方が甘さちょっと控えめな方のが、今っていうのはね、量もあんまり食べれやすいっていうのは、これ4個の訴求があるのかもしれませんね。バスクフーチーズケーキは、すべて山崎さんのやつがありますよってことなんですけど、まあ、ここら辺はね、まだ三枝さんのね、序の口でございますよと、いうことですね。で、高木ベーカリーさんがずっと来る。でも、高木ベーカリーさんって、それ、確かあっちであんまりなかったからね、こっちの方がちょっとでかいんで、ちょっとダーッと行っていきましょう。で、高木ベーカリーさんがクリスマスファミリアソフト3480円、ドンとありますよと。で、あとは、彩りフルーツのショートケーキ、3480円。で、さらに、サンタと森のチョコケーキとかあります。で、あとは、アレルギー不使用ケーキもここにあるんですね。なるほど。ベーカーさんのやつがありますよね。こんな感じで、あとは、ベリーのクリスマスタルトに、チーズケーキもね、3480円。まあ、金のところではね、ところにありますよと。で、他にも、高木ベーカリーさんの方で作ってるね、ピザのハーフハーフのね、やつとかだったり、はい。これ1980円だったり、あとはパングラタンですね。2180円でアップするらしいです。で、クリスマスリースさんとかあったりとかっていう感じで、それぞれね、高木ベーカリーさんのコーナーって感じで、ドーンと作ってる感じですね。で、ともに、早い。それぞれのやつで、受け渡し部とか、その高さの設定とか、ちょっと違うらしいんです。そのあたりはね、個別に気になったところを見ていただいたらいいんじゃないかなと思います。ちなみに、店頭受付も、注文も、宅配注文も17日で、まで、12月17日までの受付ということですね。で、こっからですね、次のページをめくったここら辺から、三枝さんの本領破棄というわけでございますね。こんな感じで、ドダダダダと、地元のね、ケーキ屋さん、パティシエさんと、コラボしてね、やってるやつがずらーっと並んできます。これはもう三枝さんオリジナルですね。多分、直接、その、パティシエさんのやってる、ね、そのお店に行けば多分買えるのかなと思いますけど、あ、でもね、なんかここだけみたいなのもありましたんでね、前回調べとったら。うん。店頭では売ってなくても、三枝さんの予約のだけで、このケーキの仕様は作ってますよっていうのも、あったんで、このあたりはかなり、これが三枝さんの強みとなってきますね。で、あと、ちょっとパティスリー小物さんからまず来ますからね、ここも毎年入ってきてますよね。チョコとサントのいちごクリスマス。今年もいい感じですね。北海道産の生クリームでいちごを2段で3段のカバー。
わいいチョコットサンタ飾っておきます。で、さらに、キャラメルミルクガトーショコラもありますよと。100名、100名。これも、おかずつき小物さん。小物なんで、うちの、地元の方なんでね。てか、全部地元なんですよね。リベールシーマーさんとかね、ありますけど。ね、実際に食べたことがある、あるかな。ちょっと、アモリエルさんが買ったから、美味しいですよね。ここのケーキもね。中でも食えるんでね、ちょっとね、笹川の方行ってね、ちょっと、一休みするときなんかにね、使えたりしますけど。あとは、ラビッシュ、ここだけかな。なんやかんやとね、意外と私もね、おっさんの一人暮らしなんで、あんまりね、ケーキをね、ケーキ屋さんに買いに行くっていう機会がないですからね。うん、で、小物さんがこんな感じ、4500円でケーキありますよと。で、次はリベールシーマさん、4200円で、いちごたっぷりフレゼに、生チョコショコラという感じですね。4200円と。で、これあたりも120個、60個ということでね。数もね、そうですよね。ある程度限りがありますからね。で、さらに、これが、富士屋ですよね。確か富士屋さんの、クリスマスかなし、富津原の方に、お店があるんですよね、確か。ふわふわ、しっとりしたスポーツに生クリームとろり、生チョコと合唱されてるということで。かなりいろんな、あれですね、ここはチョコが強いんでしょうね。こんな感じで、ガトーショコラの、ね、やつ、クリスマスケーキとかもありますし。すごいですね、チョコ感ぎっしり。顔だったりとかも面白いですよね。いろんなバリエーションがね、出るし、やっぱし、ね、パチス先生さんのね、開発するやつで良さそうな感じになってますよね。さらに、喜ば食堂さんの、いちごの方へ、シフォンケーキですね。3480円に。ここは、ピザセットとかあるところですね。これ、旧世界道の方とかにあったはずですよね。確か、喜ば食堂さん。一回、うちもちょっと行ってみたいなと思ってても、なかなかね、おっさん一人でなんか入るのには、なんか敷居が高そうなね、感じがあるんでね、なかなかあれですけど、うん。こんな感じでホイピザのセットとか、オードブルネットも添えてるところもありますよ。で、ラデシェイユさんの、ショートケーキの方は、すみません、売り切れちゃったみたいですね。やっぱいちごショートの方がやはり人気あるのかな。ノイルの方は残ってます。ブシルノイル。ブシルノイルとはなってますけど、丸型ケーキなんですね。なんですね。なるほど。こういうパターンもあるんですね。ザ定番な感じです。やっぱね、人気のところ、ありますね。売り切れということでございます。残念ですが。で、さらにパティスリー大山さんのところが、パティスリー大山さんってどこにあるの？モンブランロールもありまして、これ、抹茶モンブランで言ってですね、3850円で、どうと、あるということなんですけど、ここからシュトーレン作ってるんですよ。はぁ、シュトーレンですね。こういうちゃんと、本場ドイツ仕込みのたっぷりドライフルーツと、マジパン入りのストーレンということで、ちゃんとした、パティスリーさんのところで、街の洋菓子屋さんで売ってるストーレンって食ったことないか、ちょっと気になるね。なるほどな。1600円だ。ということですね。で、あとはプチヒロタさん、のところが、ベリオとかと山椒オリジナルの生クリームデコレーション。そう、こういう感じで、山椒オリジナルとかってなってるやつは、他のね、店頭に行ってもね、ちょっと、これは、買えません。このケーキは、売ってませんよってことなんでね。これあたりが、やっぱり必要ですね。こういった開発があるのがね。で、モリエルさんはクリスマスショコラってことで、こういう四角いやつですね。なるほど。去年も確かこんな形のやつだったかな。あるということですね。で、これはお渡しはもう24日にしかできませんよってことなんですね。あ、今年24日日曜日なんだ。そうなんだ。だと、また、ちょっと今年はクリスマスイブもちょっと盛り上がりそうですね。週末にね、来るとね。で、菓子工房島屋さん。島屋さんはあれですね、島の大王崎のから、なんか先の方行った方ですよね。かなり、先の、島の端っこ、島スペイン村からさらに奥、全国的にね、今、島スペイン村って言ったら遠いところとって有名ですよ。あそこからさらに車でガッと進んでいかないといけない、といけないところにあるところなんで、なかなかね、買いに行くの大変なんですけど、なんと、三種さんで買えちゃうということでね、タヌキのね、このタヌキの、やつが有名なんですね。ここ、武蔵さん、タヌキのケーキということで、イチゴと、オートの、ミニランさんの生クリームということで、シンプルかつ、ね、このオリジナルの、ね、キャラクターの
このタヌキが可愛らしいというね。いちごのケーキと、バターケーキもありますよってことでね。両方とも、3500円。バターケーキの方がちょっと、横に大きい感じになってますね。なるほどな、ということでございます。1950個ですからね。街のね、洋菓子屋さんでね、作ってたせやつやと、どうしても数がね、限られますからね。確か、島屋さんは、牛トラも取り扱い今年あるのかな？確か去年は牛トラでも取り扱いがあったと思います。あっちの方のが本来芝の方が強いですからね。っていうのがあったりしますね。っていうので、シマヤさんが入ってきましたよと。ここがやっぱし、三四三オリジナルですね。そのオリジナルケーキのやつはね、またあれで、冒頭に話したような感じでしたけど、こんな感じで。地元のところとね、しっかりとタッグを組んでね、やってる。これがもう、おはやもう、三四三といえば、このね、地元のパティシエさんとのコラボケーキ。これがね、一つ目玉ですからね。これが、しかもその宅配で、そのね、送料、会員だったらね、送料無料で宅配でも届けてもらえるのかな、これ。宅配も対応してるみたいですね。ということなので、これはいいですね。ということでございました。はい。で、次が、ここから先は、いわゆるちょっとした定番系のゴディバのね、チョコ。これアイスケーキかな？ショコラケーキですね。普通にショコラケーキがあったりだとか、富士屋のね、アソートのやつがあったり、あとは、カタラーナ。あ、ミーヘイアンカクさん、カタラーナなんてあるんだ。へぇー。なんだ、カタラーナって何だ？三重県、滝郡滝町にある、ここ公共和国さんですね、平飼いの有精卵を使用しています。低温でじっくりと加熱することで、カスタードクリームのような滑らかな舌触り、ラム酒を加えることで、大人な味わいのデザートとして仕上げましたよ、ということで。へー、そう、ここ公共和国さん。滝のね、インター、今、ビソンができたからか、あれが。ビソンの、インターを降りて、ビソンに入っていく方の、反対側の方、ちょっと山登ってたところにね、あるんですけど、前、昔はね、真っ逆のマームっていうイオンの中にね、あって、そこで、卵かきご飯、卵かき放題の卵かきご飯っていうね、超悪魔的、いっぱいのご飯に卵、何個入れてもいいですよっていう。にゃんにゃんにゃん、なかなか判定。っていうね、とてつもない背徳感のある、卵かけご飯が食べれるお店とかあったんですけど、今はね、卵かけご飯ってこっちのその、滝の方のお店もやってたんですけど、あ、ここはね、結構ね、親鳥が食べれるとかね、この辺りではちょっと珍しい。親鳥の、山賊焼きみたいなのとか食べたりとか、そういうのもあったりするんで、結構、いいところなんですよね。そう、ちょっとまた行きたいなーっていうところですね。で、あと、平安閣さん、サーモンパイ。これで、ね、出してるのは平安閣さんに出してるんですね。この辺りではもう有名ですね。平安閣といえばね、祭事こと、結婚式場とかでもね、非常に有名なところですよね。はい、平安閣さんの、こんな感じで、サーモンパイなんかもあるんですね。3000円。なるほどね。で、さらに、キャラクターケーキね。これはまあまあまあ、もう定番ですね。プリキュアと、ガッチャーの、思いになりますね。で、アンパンマンも入ってきますね。はいはいはい。で、イムラヤさんの、このクリスマスオードブルなんてあるんだ。イムラヤも、全国的にね、あずきバーといえば全国的に有名、ですけど、あと、イムラヤの肉まん、アンマンですよね。全国的に、有名ですけど、これもね、この地元の、ところでございますが、当然、こういったオードブルセットみたいなやつもあるんですが、ね、これは、テント渡しのみなんだ。へぇ、逆に、こうやって書いてあるぐらい、テント渡しのみっていうのは珍しいぐらいですかね。レイからあれになってますね。で、アイスギフトもありますよってことで、京都リマンの生チョコアイス、この辺りとかちょっと初めて見るかな。どんぐりパーティーとか、この辺り、おはよう牛乳ね、やつとか、オランジェのプチシュアイス、オランジェってあれ、四日市のオランジェ。とはまた別なんかな。四日市の新庄にね、オランジェっていう、有名なパティシリーのお店がありますけど、ケーキね、有名な。そこのケーキが一番よく食べてるかな、っていうところですけどね。
と、また別なのかな。同じのプチシュアイスってのがあって、あと、おはよう乳業さんのプチアイスですね。これももうね、私もよく、食べた。このね、ギフトのやつではないんですけどね。一般で売ってるのもあるんでね。ちょうどいいぐらいのサイズでね、あるんですよ。ピノよりはがっつり食べたいときに、ね、ちょうどいいサイズであったりしますんでね。このおはよう乳業さんのやつがあったりしますよ、ということでございました。以上かな。またある。あとは、こっからデリカメニューですね。で、三子さんはね、デリカが強いよというところで、これもページ数は、1ページ、でね、まとめてありますけど、かなりいろいろと、ローストレッグもありの700円でね。で、あと、フライドチキンもね、1本350円で、2本だと680円ということで、かなりあれですよね。で、さらにチキンセットもありの、フライドチキンのやつもありの、オードブルもありの、まあ、いいですね。うん。で、さらに、お寿司。これは水産の寿司っぽいですね。こんな感じで、1人前1380円でね、ドンとした、特上のね、やつも。アリーのもうまとめてのパーティーパックも、今、個食でね、それぞれで食べたいよっていう人向けのやつもね、結構、しっかりと作られている中で、もう、しれっとこんなところに生本マグロ尽くしっていう、恐ろしい悪魔的なメニュー、1、2枚2380円で売っちゃってますからね、これうまそうなんだよ。とかね、生マグロ尽くしね、マグロうまいんですよね、ここは、お刺身うまいですからね。で、魚屋さんのサーモン尽くしも1380円。こっちはちょっとリーズナブルな感じでね、あったりしますよってことですね。あと、手巻き寿司セットとかみんなワーワーやるような、手巻き寿司のネタセットなんかもあったりしますよってことですね。シャンメリーなんかも置いてありますよってことですね。ノンアルコールのスパークリングワインに、スパークリングジュースっていう風になってますけど、基本的にはスーパーなんで、ワイン自体は普段からね、取り扱いがありますからね。うん。そのあたりとかもあってってことですね。普通に、多分通販用のこれ、ちなみに全部なんか、6桁の、あ、5桁の数字が書いてあります。これが注文コードです。もう何せ、三子さんはこういうのを宅配で売るのがすっげえ強みなんで、もう全部注文コードとかも、こういうふうに書いてあって、この番号のやつを予約でお願いしますって、インターネットでポチポチってしたら予約がもう、はい、完了ってなるっていうね、めちゃくちゃ便利なね、機能があったりします。で、そのあたりのやつで、だから、ワインも買えるのか、年齢確認とかいるか、まだちょっとあれかもしれませんけど、ということでございまして、ね、ちょっと、はっきりしたことは言いませんけどね、いい感じでなってましたよ、ということで、これで、クリスマスケーキは以上ということですね。やはり、いつもどおり、ちなみに、こういった、ちょっと11月30日までですけどね、いろんなキャンペーンではちょっとこっちの方になかったですけど、もやってます。いつものごとくですね、ケーキが当たるかもっていうね、いろんな、アイスクリームとか、いろんな、各メーカーのロッテアイスとか、ムネ屋さんとか、ニップーさんとか、キューピービーとか、いろんな、雪印さんのやつを食べると、パスコのチーズケーキが当たるかもっていうような、いろんな、キャンペーンもやってるよっていうのが、11月30日までやってますんでね、気になる方はね、ぜひね、店頭に、詳しく書いてあった応募方法とかもいろいろとワード書いてあるよね。あるはずなんで、いつもね、ドーンとかで結構、でっかく、大々的にキャンペーンで、去年もね、今年もやってます。まあ、とか毎年やってますんでね、そのあたりを見てもらえたらいいんじゃないかな、ということでございました。やはりね、このあたり、三子さん。完全オリジナル、フルオリジナルはちょっと、ちょっと残念ながらだったみたいなんですけど、それでもね、なおね、やはりこの地元パティスリーさんと、しっかりと、のね、ところと、しっかりと組んで、ね、出してくる。これはもうやはり強みだし、やはり宅配がね、効くっていうのが、やはりもう三子さんはこの時期にこれ、まあ、宅配する人はめちゃくちゃ大変だと思いますが、24日、日曜日は特にね、大変だと思いますけど、とはいえね、これがもう最大の強みだと、もう言えますからね。こういった感じでございましたということでございますね。で、ちょっと言って、前回の時にも言いましたけども、これもおせちもやってますんでね、おせちの方も見ていきたいと思います。で、おせちの方が、よいしょ。つうか、フル画面しとけよって話ですね。おせちはこんな感じですよ。まあ、おせちはこんな感じですよ。ということでね、もう、どんと表に来てるのが、もう、三子さんは、もう、このあたりもわかりやすいですね。オリジナルっていうことでございます。ですので、当然、出てくるフラグシップはこれですよ。スーパー三子オリジナル三段重1万1000円ということで、これがね、もう、ザ・フラグシップ、わかりやすいですね。
スーパーサイさんはもう表面もこれだし、もう見切られたらもうドーンとこれが乗ってるということでございます。全然先着先行ということで、もうサイさんがオリジナルで開発、サイさんは何して、インストアでね、設定して、やる、システム、構築しているところなので、こういった、やつもオリジナルで、ね、商品開発、総代の商品開発強いですから、っていうところで、やはり、作ってきました。まあ、普段からもはや、このあたりの、細かい総代とかも、普段から別に店頭で見かけるっていうぐらいにアイテム数がすごいいっぱいあるんで、いわゆるフライものとかそれ以外のね、ところもね、常に、結構定番品で、土産なんかも普通に売ってますからね。うん。っていうところなんで、そのあたりをね、うまいこと使ってる、る感じですね。三段重で1万1000円。ですから、オリジナル開発だとこれなんですよね。お値段をね、前回見たときに確か、1万5000から1万6000ぐらいの、三段重だとね、まあ1万5000円以上ぐらいがね、だいたい、相場かな。まあ、で、ちょっといいやつだと2万円近くになってくるようなね、ところとかがあったりするのかなっていうところなんですけど、やはり、三段重でもしっかりとこの値段に抑える。これはもう独自開発で、しかも毎年ね、ずっとやってるっていうところの、強みですよね。で、多分、すごく、言い方あれですけど、多分1万5千円ぐらいで売ってる、既製品のやつを流して売るよりも利益とかっていうのがいいと思うんで、三段重は、とってもね、あれですし、ウィンウィンなんでね。やっぱ総菜強いところはこういうのをね、活かしていきたいよなっていうところで、まあ、製品ピタッと見ていきましょう。1の10からピタッと見ていきましょうか。ね、この中で、タツクリ、ここだ、タツクリ、焼き湯葉巻きに、市松、紅白かまぼこに、若鶏の照り焼き、合鴨、ソース、照り焼き、三色巻きですね。チキンの三色巻きですね。間に、インゲンと、ニンジンとゴボから入ってるよと。で、ゆうとエビの塩焼き、こうやってエビの塩焼きに、キングサーモン最強焼きでして入ってるんですね。日持ち良くするためですね、最強焼きで。で、サーモンチーズ巻き、チーズが入っちゃって、あららら。で、さらに、若桃の甘露煮まんがやっぱ入ってますね。で、さらに、若草チーズ和え、これかな？若草チーズ和えに、鶏のつくね、鶏つくねもね、に、合鴨スマホ。で、二の重は、ドンと。どっちかというと、和洋折衷、どこかに、これは和のテイストですよ、洋のテイストですよって言うんじゃなくて、すごくバランスよく縮まめますよね。で、二の重は、筑前に、レンコンに、椎茸に、高野豆腐に、おふざき、たけのこに、昆布巻き、たたきごぼう、紅あずまの甘露に入ってます。さらに、ポークパストラミ、これか、パストラミが入ってまして、アイガムのフロマージュもある。これからフロマージュもありの、さらにタラバ風味かまぼこ、これですね。に、カツオの柔らかに、これか、柔らかにが入っていて、そして西貝の、生姜風味、はい、西貝、あ、これですね。に、で、だぜ巻きも入ってます。と。で、3の10に行くと、こっちは比較的、あれじゃないですかね、穀類の、甘辛煮に、きんとん、栗山、栗の甘露煮ですね。で、魚卵、うま煮、魚卵のうま煮、あ、これあ、じゃあこれ海の先サラダやろ。どれや、黒豆があって紅白ナマスがあるから、魚卵うま、これここ栗甘露に、あ、キントンが乗っとってやから、ここは魚卵うまなんかな。で、海の先サラダ。これはもう、北海道のサムサラダだと思いますけどね。で、黒豆に紅白のマスに、中華クラゲはこちらもね。で、味付け、数の子に、ニシンの大量漬けですね。なるほど。下に、あれかな、高菜かなんかで、あれしてあるのかな、ということでございますね。あ、そういうことでございますね。いやー、さすが。もう、これが、ぜひこれ買って、わかりやすい。非常にいいですね。で、他にも、当然ありますよというところでございますけど、他のところがどうなってくるかというと、次のページは、資産層とか入ってきますね。あれはちょっと他のところを 見たかな、いわゆる、定番のやつの三段重、これは2万5800円とかであって、こう、いやー、やはりね、ちょっとブランドのね、いいやつで行きたいね、とかっていう、ね、やはりプリンスホテルのね、やつをね、揃えましてよ、というふうなね、ところとか、なると、2万5000円とかになってくるということなんで、
まあ、やはりね、こういった、ホテルのね、やつがいいよ、ね、有名店のやつがいいよっていう方も当然いらっしゃいますからね、こういった感じで、加賀屋のやつとかもありますよということでございますね。1の12の、これ一緒のあれですよね、多分。一緒のやつを2つにしてあるような、2つ折り入ってるような、こう、包装のやつもこっちでは用意してありますよということですけど、ということですね。まあ、かなり高級感が、背景なんかでもね、かなり高校は高級感のある、あれですよっていう感じで出してますよね。お値段もかなりいいお値段になりますからね。うん。で、なので、これがね、こんだけ入って、この1万1000円っていうのはかなりお得に見えますし、まあ、実際あまりここのアイテム数で、1万1000円に行くのは多分今年どうなんでしょうね。だいぶいろいろ原価も上がってるかどうなってくるのかってところですけど。では次のところを見てみると、ヤオフ本店さんのやつがわっと入ってきてますよと。これさえも、さもこのところもわっと出てきますね。三段中でどうとあるやつと、和洋、和風の三段中に和洋ね、折衷のやつと、来客用でね、それぞれ、高放送になっているやつもありますよってことで、これ1枚、1111なんだ。演技いいのかなどうかわかりませんけど、まあ、42段時なんかもあったりしますよってことですね。で、この辺りも全部続きますね。千賀屋さんのやつが続いて再完成。これも全部そうね、千賀屋さんのやつもいろんなラインナップがありますよと、いうことでございます。千賀屋さん、どこだったっけ三河だったっけうん。こんな感じ。この辺りはもう全部三種の高いであれやってますね。うん。で、吉祥戦ってなってる、この1万4000ぐらいのやつかな。まあ大体そうなんですね。三段重、この辺りのやつが。これぐらいの値段になりますからね。で、これも、2万1800円。ロブスターが入って、2万1800円とかでですね。すごいですね。で、これはマイセン。なんか、これは、それぞれのやつですね。高放送になってるやつとか。これはちょっとちっちゃめのいろいろと入ってるやつもありますよと。まあ、4中3段中なんかもありますよ。ということでございまして。まあ、この辺りとかいろいろとありますよといった、夢店のやつをわっと集めてる感じですね。で、次のページもそうかな。次のページなんですけど、こっち側がそうですね。梅の花さんですけど、梅の花さんってあれ？萩南台にあるお店かな？でも確か、チェーン店ではあったと思いますけど、梅の花さんですね。湯葉のお店ですもんね。のやつもありますよ。これも多分、東海と、もし、近いしたら、三重県のあれかもしれません。ということですね。この辺あまりちょっと見かけないところになってくるんで、ちょっとざっと言っときましょう。1の10、2の10、2段10ですね。で、2万9000円。かなりいろんな、あれですね、入ってますね。アワビが入ってたりとかね、しますし。うん。阿波踊りの八幡巻きとかね、いろいろとありますよ、というわけでございます。もちろん花飾りなんかもあって、これね、かなり、クラシカルだね、かつ色合いも良くっていう感じですごいですね。湯葉巻きなんかの、かまぼこが湯葉巻きかまぼこの中にあってるのが、これ湯葉のお店だ。そうですね。豆腐や湯葉を使った懐石料理を振る舞う、まあ、梅の花ってなってますよね。洗脳したということですね。で、2万9000。おいいですね。で、さらに、湯葉巻きや湯葉を使った。だから湯葉が好きな人がね、やはり好きな人、こういったのが売りですよね。なるほどな。かなりオリジナル色も強いですからね。この辺りとかこういうのもありなんですね。2万5800円で1段10仲間ありますよ。先着30個限りですからね。この辺りも先着10個とかなんでね。で、さらに都ホテルのやつもあります。さっきはね、ケーキのところで出てきましたけど、やはりね、この、四日市ではね、四日市で一番、のね、高級ホテルになってるわけでございますから、歴史あるね、都ホテルでございますから、ここはね、同じ、お伊勢参りの時には天皇陛下もね、泊まられるというね、もう、ザっていう、総理大臣が泊まったりとかね、何か遊説でとか、その、伊勢神宮とかに行くときに一泊するような、ケースがあるときには、大体この、都ホテルになるっていうぐらい、この辺りではかなり格式がある、ところでございますからね、そういうところのやつなんで、やはりね、豪華。これはかなり豪華感がすごい。まあ、43,36,500円。焼きかけのこや、サバの最強焼きとかがあったりますけど。特徴としては、アワビ。ここにドンというのは、これアワビさんかな。アワビさんドンと言いそうですね。3の12。アイガムスモクローズやら、
肉団子丼か、まずあんとか、やっぱラーパー菜、ラーパー菜、卵巻き、まあ、何せもう和洋中すべて最高峰なね、揃いますからね。一番手に、中華風、あ、やっぱね、中華風アワビですって。あらららら。すごいですよね。大体この価格帯になってくると、伊勢海老をドーンと置いて、どうや、竹やってたぞって見せるところですけどね。もう、宮古ホテルさんになってくるとね、伊勢海老とかね、ロブスターをドンと置いたからって高くするんじゃないですか。ちゃんと一品一品、ガツッと、しっかり高級なもん、どれ食べたってちゃんと宮古ホテル満足させますよ。ちゃんとお値段に、宮古、あれ、なってるんですよっていう、信頼感ありますからね。宮古ホテルでこの値段だったら、キャーなら美味しいに違いないと、なりますし。まあ、この辺りでね、立派な家ですよね。ちゃんと宮古ホテルの、おすすめでございますよってなってね。お、さすが、さすが丸丸様っていうね、いうような感じになりますけどね。彼らかなり、ラグジュアリーなんですね。で、二段重もありません。二万七千ありますけど、こっちになってくると、二段重で二万七千。いるね。エビいるね。これはロブスターかな？一の十でロブスターですね。ロブスターがドンと入ってる。ほう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 。こっちもそうですね。こちら一段重です。一番重で、1万7000円。ああ、やっぱ。いいお値段になってきますよね。なるほどな。でも、豪華なやつですし、だっていう感じですよね。うん。いい家で出てくる、やっぱいいね。豪華なね、大きい豪邸にはね、きっと、豪邸に負けないのね、食卓にドンと置かれても、親戚一同皆さん誰もねかね、ご納得いただけるそんなあれになってますね。ちゃんと彩りとかも期待してるのがさ、まあ、すごいですよね。かつちゃんと、伝統的なものもしっかりと入ってますもんね。この間とかね入ってますもんね。あれはすごいわっていうことでございますね。いやー宮古店さんは多分ここだけじゃないかな。スーパーで取り扱いあるどうなんだろう、牛丼さんあるのかなっていうぐらいだと思いますんでね。で、次のページに行ってみると、ドーンと来て、ここは結構名前聞くところになったのかな。東海地方では結構有名なところでは入ったところかな。松浦商店さんの、三段重が入ったり、二段重があったり、気分さんですね。かまぼこで有名な気分さんもやはり作ってますよということで、気分さんのやつは1万7800円。三段重で、ね、1万7800円。まあ、規制のね、そういったところのやつに、としては、かなり、お値段、リーズナブル。感じになっては来てますけど、この辺り1万7000円かになってますけど、うん、はい。で、で次が、こっちは、玉瀬さんですね。これも、三河の方のあれですね。ということで、三段重があって、これは色は赤いね。鮮やかね。鮮やかね。なんかすっげえ。この辺りだから、イカの黄金焼きみたいなのもあるのかね。なんだこれ。二の重に入ってるか。PDF じゃねえから、あれだ。読み方は分かりかな、どめね、誰かコメント欄で教えて。これはちなみにイカのウニ焼きらしいです。ウニ黄金になるわけだ、ウニ。で、揚げ物なんかもありますよ。おっしゃるよ、問題。これがフラッグ、これサムチさんフラグシップに、三段重のおしもなる。これもロブスター入ってますもんね。シュッとロブスター入ってますもんね。で、純化、7800円の一段重もありますよということでございますね。で、さらに来ると、キャラクターおせちや、カレーハトのやつとか入ってきます。じゃあ、とにかくね、アイテム数やっぱしっかりと添えてくるの。力入れてますよね。かなりいろんなところのやつもありますけど、かなりカレーハトのやつに、ザーッとあって、15,800円。で、こっちは2段中で12,800円で、あるやつもあって、という感じですね。で、さらに、ここはキャラクターおせちも入ってきます。ディズニー。ああ、これがありますからね。大丈夫かな。まあ、もうこれね、体のあれなんでね、1万円で、こういった感じの2段のおせちもあります。もうそのまま入れ物持って、そのまま使えるあれになってますね。切り餅付きっていうことでね。ああ、かわいらしいあれですね。じゃあ、ディズニーですね。これ、気分さんなんですね。頑張りますね。気分さん頑張ってますね。で、あとはサンリオさんも、ね、ともありますよ。同じ1万円で、こっちは、キティちゃんの餅とかんだ。
ポンポンプリンいるじゃん。ああ、なるほどね。ダサンジだった感じです。ああ、ちゃんと。ここに、シナモンやったっけ、いますね。あら、かわいらしい。いいですね。ということで、1枚。いうことでございますね。なるほどな。この辺りとかは全部ヤマトのトラフェルムね、になってますよ。あとは、冷凍石油もね、取り揃えます。たっぷりカニ本家。あら。これもう、なんだこれは。ああ、すげえことになってるわ。なんだこれは。新しい時代のおせちはすごいですね。カニ本家のやつは、三段重、どーんと、鶴亀三段重。すごいですね。一の重、品目がすごいですもんね。今ね、あれ、月光柿やら、栗金とか、もう、これだけがだって感じですけど、お弁人参、カズルのことね。これだけも、これだからエビとか、いくら醤油漬けとか、たたきこぼとかね、まあ、あれですけど。ね。三の重ですよね。揺れただばかに 800g と果肉が強すぎる。揺れただばかに 800g。 インパクトすげえなこれで、お値段は41,666円。そりゃそうなる、そりゃそうだ。うん、レートで届けるらしいですね。あの、解凍して48時間で、あー、カニ、カニすげえ。で、もう一つ、こちら、京料理、味、ミマノかな？ミマノさん。書いてくれてある、ルビーが書いてくれてある、ありがとうございます。味マノさんらしいです。監修の。いや、サンシさん、こういうところ好き。ルビー振ってくれてありがとう。配信者的にはすごく助かる。本当に。特選五節三段重、平安ということでございますね。三段重でトーンとなって22,800円で、これも冷凍でお届けができますよ、ということです。冷凍のやつも、何か強いって、三種さんの宅配は冷凍品もオリジナルで自前で運べるっていうのが強いですよね。ということでございますね。あとはもうちょっと締め切りと違うんで、ちょっと気をつけてもらった方がいいかなというところだったりしますよ、と。ちなみに宅配会員様へ、こちらのおせちは冷凍でお届けして6回させていただきます。ブレッドドライヤース代を頂戴いたします。そうなんです。あの、冷凍で届けると言ってもね、これ何かすごいって、冷凍食品の、置き配ができるんですよ。この三種オリジナルって凄まじいんですけど、ただそれ用にドライアイスがね必要になってくるんで、そのドライアイス代金はちょっと別途、あの普通のね、普段は送料無料なんですけど、ちょっとドライアイス代だけはちょっとかかってしまいますよってことなんですけど、逆に言うとね、冷凍食品をね、置き配でね、ドライアイス代だけでね、会員さんやったらね、持ってきてしまうっていうね。これがね、特に最近のね、最近何でもいろいろ高配化が進んでるじゃないですか。その前、ほんと先見の目ありましたからね。うん。ウーバーイーツができる10年以上前から、もうサービス開始してましたからね。うまいことやったなーっていうところですね。これは本当に、特に体質世代とか、共働き世代のところは、ね、なかなか、店頭に買いに行く、あれが、時間がね、取れないってなるとね、まあ、ないしね、うちもね、言うてね、なかなかスーパーに寄るのが大変なね、ハードにね、働くと、そういうことになってしまうからね、っていうことになってしまうところだったりとか、すごいな、ということでございます。すげーな。すごいのがありますね。で、あとは、まだ次のページあるかな。愛妻おせちっていうのが入ってました。3380円。これは、おそらく、愛妻クラブっていう、スーパーサンシさんの、デリカコーナーのあれですね。多分、あそこの愛妻だと思うんで、これは多分オリジナルだと思います。なんで、妙に安いですよね。これ3380円ですからね。一人用、ちょっとした一人用ってことなんですけど、黒豆、カロリー、切り足レンコンに、ニシン昆布、ヤリイカ、照り焼き、あっちって感じのは当たりますけど、一人個包装のやつだったら、これ何人前分っていう感じで買ったらね、4段買っても1万2000円とかですからね、これ多分自前でやってるやつだと思います。じゃなきゃこの価格帯おかしいですもんね。バグってますもんね。なるほどな、すごいですね。こういうのができるのがやっぱ強いですよね。これも多分。で、これも愛妻特製オードブってなってるんですけど、このオードブとかやってるデリカのところが、愛妻クラブって名前でやってたりするんで、多分そこからだと思います。こんな感じで、オードブルも当然やはり、
ざって感じですね。大きさごとにどん、バリエーションをつけてますよということで、2、3人前、1人前、1人前のオードブルから、お値段ちゃっとありますよということでございますんでね。まあ、4、5人前で2、300円だったらお得じゃないのということでございますね。いっぱい入ってますね。いいですね。ということでございましたと。で、こんな感じで、うかたし予約電話とかもあります。高橋管理様とか、電話でもできるんですね。なるほどね。はいはいはい。すごいですね。っていうのがあったりしますよと。で、さっと、はいはい、聞きましたけど、あとは地盤名物ってことで、ホーチ、トマホクサホテルさんって言ってたっけ、クリスマスケーキのとこでもやりましたよね。とかがあったりとか、あとは、この、プランカのシェルレーヌがあったりだとか、喜ば食堂さんのね、クッキーセット、これ、ケーキのとこでも出てたとこですね、喜ば食堂さん。旧世界とのとこにあるんですね。通の方か通だよな、ギリ通だよな、そこら辺。うん。ですね。があったりとか、あと、工場化した、工事屋さんのやつとかね。工事屋さんのところは伊勢か。あ、はいはいはい。確か、月空、おかりこ町の方じゃなかったっけ、かな、で、あとは、これが、富木道吹道かな風気道だ風気道聞いたことある。富田じゃなかったっけな、あっちのことだと思うんですよ。生クリーム大福ありますよ。いうことでございますね。で、さらに、この辺りも風気道さんですが、あと、パティスリー小野さん。これ、クリスマスケーキもやってますね。で、ダディシールさん。この辺もそうですね。洋菓子は、そして、ワールさんとかも、経験とかでもちらっと、触れてましたところですね。この辺り、そうですね。年始のトモカツなんかもあったりしますよと。で、琴湯さんも入ってきてます。ここもね、もう、四日市は非常に有名なところで、やはり入ってきますよね、ということでございますね。美味しいですよね、琴湯さんのみたらし団子ね、美味しいですからね。テレビチャンピオンで、なんか、チャンピオン、取ったことがあるっていう、和菓子職人選手権かなんかで、何回かチャンピオン取ったことがあるっていう、結構ガチガチにテレビでもメディアでも有名なところですし、結構創作菓子とかもいろいろと毎日季節ごとにね出してくれるのもあって美味しいところでございますね。はいはいはい。梅田屋コーヒーさんとかもこれもこっちの地元なんですよね。確か全国チェーンなのかなと思ってたら東海3県だったっけ。意外とね、少ないね、ミナイトやコーヒーさんって。でっきり全国チェーンのコーヒーショップなんだと思ってたら、そうじゃないみたいなんで。で、鈴鹿とか、小物じゃない、桜か。桜の方にありますね。桜？あれ、ギリ、磁石町か。町名で言うと、あの辺りになりますね。ミナイトやコーヒーさん。で、森エイズさんの、ワイマイセンに、あとは、いすず製、ごあん。いすず、セイゴアンさんね。はい。二三浦のね。はい。岩戸の石尾洋館ですね。はいはいはい。あとは、秀吉屋、草餅本店、もちもち草餅さん。ここもね、一回ここのね、草餅屋さんの本店だけにある草餅ソフトを作ってみてんだけどな。ちょっとね、いつもね、結構ね、近くをよく通るんですけどね、なかなかね、寄ることができなくてね、一回ちょっといっぱいですね。あと、草餅自体は全然何回も食ったことあります。そのお店に、本店じゃなくてもね、それこそ三枝さんのところに大体その、一番売り場コーナーみたいなところで、売ってますし、あと JA でも売ってるんじゃなかったっけな。見たことあって、結構見かけるとついつい買っちゃうんですよね。この草餅いいんですよ。ちょっと小腹空いた時にちょうどいいのよ。これ、小売りのやつが。ちょうどいいのよね。ちょっと小腹空いたら2個とかね。2、3個くらいちゃっと食うとね、いいんですよね。っていうのがあったりします。といった感じでございました。これで以上かな。あとは、お祝い用のね。松阪牛でございますよ。これはね、こっちですからね。松阪牛、当然入ってきますけどね。ロースすき焼き、肩ロースすき焼き、名産、松阪牛でございます。ロースすき焼きなんだよね。ロースしゃぶしゃぶ、もう霜降り。ひどいですね。はぁ、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 はぁ
ナース800円ですけどね、500グラムで、こっちが900グラムですよね。うん。はい、終わります。しゃぶしゃぶ用なんかもあったりします。ここら辺は黒毛和牛は仙台牛かな、うん。結構仙台牛の取り扱いが多いですよね、こう。産地さんは。あったりしますけど、まあ、とにかく黒毛和牛ってことで、ちょっと、すいません、名言を避けておきます。で、あとは、カニ、寿司、当然、やっぱでかいパックのトントンし、これ、あそこで店だと一緒やってですね、特上のやつですね。はい、はい、はい。これで、ね、他の、ちょっと、リーズナブルのやつもこっちの方にはいろいろとバリエーションで書いてありますね。なでしこですね。センスの盛り合わせ。でっかいとか、でかねえとか、トントンと入りますからね、いいですよね。これもう本マグロですからね。シテッド本マグロ使ってますからね。このあたりね、舐めちゃいかんすよ。うん、生本マグロっすよ、これ。もう生本マグロ。黒っすよ。通称黒。黒がそうですね。本マグロっすよね。黒マグロですよ。あら、あら、あら。あら、あら、あら、すごいですね。で、本マグロ尽くしもありますよ。これもな、いいな。正月からこんなクッキーにゃ、いいにゃ。とか、寿司食いたくなってきた。スキロク寿司の、お得なやつなんかもあります。三種さんはスキロクうまいですからね。そう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 。そこをね。押さえとくというところですね。あとはやっぱね、刺身、強いですからね。この大量。そうか、生本マグロ、ドーカンと5000回。豪華なんてこったら。すごい、生ズワイガニ。すごい、ベニズワイガニ、カズミガニの合います。すごい。冷凍に届けたり、いつもできるらしいです。何がすごいってね、これも宅配できちゃうんだよね。できるよね。回答維持となっておりますが、冷凍状態には店頭販売、宅配お届けの場合がございます。はい、そうですね。宅配お届けができるのが当たり前の前提になってるか怖いですけど、このあたりがね、このあたりがね、ウーバーで手数料払わなくたって、その会員さんはね、届けてもらえれちゃうっていうのは、これはすごいですよね。という感じでございました。ただ、やはり、売りたいのは、やはり、これ。コスパ面でも3段で、この量で、しっかりと入って、1万1000円。やっぱこれが売りたいの、もう、すごく伝わってくる。オリジナル開発、総菜のね、やはりオリジナル開発、自信のあるところですからね、強いところですからね、やはりその強みを生かすと、いった、ところがしっかりと見て取れる。かつ、ラインナップとしてもしっかりと添えてあるんで、おせちにはかなり力を入れてますよというのがね、ひしひしと伝わってくるし、ちゃんとね、オリジナルだけじゃなくて、ちゃんと、ラグジュアリーなね、都ホテルの3万円のやつとかも、しっかりと押さえてあるので、もうね、もう、庶民の方からね、中間層で、ね、コスパ重視層とかはね、もう皆さんも、とりあえずこれ言っときゃ全然問題ないですし。で、やはりね、もう、ザ・リッチ層だね、それこそ、諏訪境町のね、タワーマンション、ローレルタワー、シュロワのね、上の階に住んでるよとかっていう人でも、満足できるのが、あっちの方のやつとかって感じですかね。宮古というなんかもありますね。なるほどな、ということでございます。すごいですね。まあ、タワーマンの近くにもありますから、ね、実はスーパーさんって、商店街の中にあるんで、一番街がね、ありますからね。そうそうそう。というのも良かったりしますよね。という感じだったので、非常に分かりやすいあれですね。では、やっぱオリジナルのこれ、壮大に力を入れてるだけあって、やはり、しっかりここら辺添えてきたなっていうのが、見て取る感じだったんじゃないかなと思いますと。いった感じですね。まあ、という感じでございました。まあ、さすが三七さんということで、まあ、やはり去年から引き続き、クリスマスケーキの方は地元の、ケーキ店との連携の、三七さん限定のやつが、ずらっと。やはり三七でしか買えないものが、ずらっとそうやって。おせちも、オリジナル開発のやつ、ドーンと、一点勝負でドーンと売りに行ってるっていうのはね、しっかりと伝わってくるし、なおかつ、オードブルとかそのあたりとかも、やはり、お惣菜が強いということで、かなり力を入れていて。で、これが、やはり宅配で運べるよっていう。運べるよ強すぎますよね。これが、やはりもう、これは、補正地区というか、全国でもこんだけ宅配で、できてるのは、なかなかないですから、
これはもうやはり三々の強みということで、そのあたりを、しっかりと、向きること、見れることができたんじゃないかなという素晴らしい価格だったんじゃないかなというわけでございます。というのはね、ここまでね、言っておいてあれですけど、あんま多分最後のところまで見てないでしょうかね。ちょっとあれなんですけど、実はね、なぜかね、うちの、アカウント、チャンネル、どうもね、三枝さんの人見てるらしいんでね、三枝さんからね、フリーとかありました、言ってもらう、なんでも、DM でも、コメントでも、送ってもらいました、出て、何年と、対応しますね。はいはい、ということでございますね。ということでございます。なんかね、そう、たまにね、そのあたりの、ご連絡とか入ったりね。みたいです。ございますからね。ということでございましてね。まあ、そんなことはね、さておいて、こんな感じでございましたね。ということなんでね。まあ、時間もね、しっかりと、何やかんやと1曲で喋ってたんだ。ということなんでね。まあ、これぐらいでね、締めていただきたいと思います。次は、いつ撮れるかな。早いところ撮っていかないと、結構締め切りとかが、もう売り切れとかも出てきちゃってるんでね。早いところやらないといけないんですけど、男子店舗数がいっぱいありますからね。頑張ってやっていきたいと思います。ということで、この動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。